公開接触、公認候補アギーレ氏日本代表のアルベルト・ザッケローニ監督が25日正式に退任を表明したザッケローニ監督の退任表明を受け日本代表の次期監督選びが本格化する日本協会の王室国渡る会長と原博美専務理事は帰国の途に就いたが原氏の右腕としてザック翔平に動いた実績を持つ下田正弘技術委員がブラジルに残った 現時点で有力候補はハビエル・アギーレ氏、ゼネスパニオール監督、メキシコのテレビ解説者としてブラジルに滞在している。この他にも複数の候補者がブラジルに滞在していると見られ下田委員が接触する可能性が浮上してきた。原専務理事は20日の会見で、この4年間を全て否定するのは間違っている。ザッケローニ監督がやってきたやり方を、ゴリン・ U20、 U-17 が取り入れている、目指している方向を結果で変えるべきではない、と攻撃サッカーの継続を明言。週明けにも日本で臨時技術委員会を開催して、次期監督を含めた方向性を議論していく。